口のの看板ノースショアの衛星画像中央の北へ突き出ている、下腹岬から西がノースショア。西端のカエナ岬は映っていない。ノースショアは、オアフ島の北向きの海岸地域、カエナ岬と下腹岬の間の一帯を指す、故障である。最大の集落は、晴れ岩である。この地域は巨大な波が打ち寄せることでよく知られており、世界中からサーファーたちを引き寄せている。 ノースショアのバンザイパイプラインにおけるアマチュア競技会で波に乗るサーファー。ワイメアベイ、ロストの撮影も行われたパパイロアビーチ北半球における冬の時期には北、太平洋の荒れた海がもたらすうねりを生かして集中的にサーフィンが行われる。有名なサーフィンスポットとしてはワイメアベイやサンセットビーチがある。ノースショアで最も有名なサーフィンスポットは FK ビーチの万歳イパイプラインでビーチにも近く監修や審判、写真家たちが素晴らしい光景を眺めやすいことから競技の会場として重要なスポットとされている。ノースショアは世界一のサーフィンのメッカと考えられており、毎年12月には合わせてトリプルクラウン・オブ・サーフィンと称される3つの競技会が開催される。男性の競技会はリーフ・ハワイアン・プロ、 オニールワールドカップオブサーフィン、ビラボンパイプラインマスターズの3つであり、女性の競技会は、リーフハワイアンプロ、ロキシープロサンセットと、隣のマウイ島で開催されるビラボンプロである。ワイメアベイは、クイックシルバービッグウェーブインビテーショナルインメモリーオブ、エディアイカウの会場となっている。この競技会は、招待された者しか参加できない。こうした競技会は、 毎年冬に予定された日程はあるものの、最低でも20フィートの波がなければ開催されない。このため、年によっては開催されない場合もある。ノースショアは、冬場の大波で有名だが、大波から守られた入江を利用した、初心者にサーフィンの基礎を教える学校も数多く存在する。美しい自然に恵まれ、ホノルルにも近く、大きな波が来るノースショアは、 映画撮影もロケ地としても人気が高い。フォックス放送のテレビドラマ、ノースショアやベイウォッチの最後の数シーズンは、この地域で撮影された。アメリカンブロードキャスティングカンパニーのテレビドラマ、ロストは、ほぼ全編がオアフ島ロケで制作されたが、その大部分は、ノースショアで撮影された。いつも、岩礁へ荒波が押し寄せている、タートルベイ地域は、ドラマの背景として、 理想的であった。ノースショアは映画、ノースショア、ブルークラッシュ、寝取られ男のラブバカンスの舞台となったほか、アニメーション映画、サーフズアップにも取り上げられた。CBS の刑事ドラマ、ハワイ5-0の第一シーズン第6話は、ノースショアを舞台としており、ハワイ語でこの地域を指す、コールオーロアがタイトルとなっていた。ノースショアには、大規模な商業的ホテルは、 世界一流のゴルフコースを2コース備えたタートルベイリゾートしかない。この他には小規模な菓子コンドミニアムや菓子屋があり、ユースホステルも1軒ある。ブライアングレイザー。ありがとうございます。